じゃあ皆さんこんにちは、私はですね日本の総合小売業、イオンリテール株式会社で、水産物の責任者をしております松本と申します。よろしくお願いいたします。まずはじめにですね、この、生産者の方々に対して、努力と、に対してですね最大限の、賞賛を送りたいというふうに思います。2018年、7月に、アワビとしてはですね、アジア初、エゾアワビとしては世界初の認証であります ASC 認証を取得され、非常にサステナブルな生産をしているというふうに、伺っております。また今回は、さらに14養殖事業者の方が参加されたということで、非常にこの規模についても、拡大していっているというふうに思っております。手前味噌になりますが、我々イオングループとしましては、2006年からですね天然魚の MSC 認証、2014年から、養殖魚の、国際認証である ASC 認証を取得しまして、規模の拡大に努めてまい、っております。2006年当時と比べますと、今の規模で言いますと、売上規模も、100億を超えるような規模に、拡大をしております。で、私が考えるにはですね、このサステナブルシーフード、取り組む意義というのは大きく2つあるというふうに思っております。1つ目は未来永劫に美味しさを、引き継いでいくこと、しかも、環境を守りながらというのが、大きな、メリットがあるというふうに思います。2つ目はですね、やはり、食材ですので、お客さんに感動を与えるということが非常に重要かというふうに思います。特に、地域に根ざした、その地域に、根付いている食文化を守っていくという意味でもですね、非常に、大きいのではないかなというふうに思います。最後になりますけども、我々の、売り場風景を見ていただいて、我々もですね、一生懸命、販売させていただきますので、ぜひとも今後もですね、拡大、さらなる拡大、環境汚染のない、養殖魚というところをしっかりと、拡大していっていただければいいかなというふうに思います。簡単ですが私のご挨拶としては、これで終わらせていただきます。じゃあ販売風景、じっくりご覧ください。どうぞ。